切っていいの？いいんですよ。えって言った今。すごい嫌そうな。今えっていうのが、うん、かわいいな。かわいいですよこれ。めっちゃかわいい。見えます？変えます？うん。入る入る。ね。あ、切っちゃったそれ。うん、ね、めっちゃ潔よくバツッと切る、ね。いや切って大丈夫。はいよね。ね、すごい。うん、去年も高翔くんが握って離さなかった子だもんね。しつこいよね。いまだにずっと言ってます。いまだに三番目？三番目今。いまだに三番目。なかなか。なかなかね、これで1位アジュールですって言ったら、うん、あれ、今までのポンパ何だったんだ、嘘だろって言われるじゃん。これはこれでね、いいかも、うん、ね。コンフィチュールとまたね、全然違う。そう。花形も、あの色の系統も違うから。なんかさ、こうやって合わせてもめっちゃいいよね。わかんない。さすが、メルスリーの。うん、いやー、あー、かわいい。いますね。かわいい。めっちゃ祈祷師の声が入ってるけど。甘さが出てくる、ね。汗けてくると、終わりの方でちょっとブルーが。めっちゃ綺麗。そうなの、うん。アジュールの魅力をお願いします。ね、どうですか、これ。また違うキャラクターの女性でね。うん。逆光に映えますね。もう美しい。カメラマンが細かいし、逆光のアジュール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 、映画のあのタイトルみたい。すごい。いや本当に、いや。こんなに咲いてる中にね、いられるの。でも、つぼみ一個ずつ個体差だよね、これ。うん。これ。そうですよね。一つずつ、半分だけちょっとこういうのがね、かかり具合とかね。咲き始め、中間で咲き終わり。ね。気がついたらなんか、T シャツじゃなくなっとるし。ん？誰が？なんかいつの間にかいっぱい来てるし。お山に陰ってきたから、ね。ちょっと寒くなってきたからね。うん、なかなかよく気づきましたね。さっきまで真夏だった。半袖出したよね。今日このアジュール完璧です。このね、この曲がってるこれがいいんですよ。これが。これがわかるかな、このそうそう、これが咲いたらみんな完璧に咲くよね、うん、でも私はいいこと言う、この顔が好きな、ちょうどこの、うん、そうそう、どうやってこれからこれあのステージでこのタイミングがいいけど、なんかこうなってくるとなーとかって言われるバラって結構いるじゃないですか。どのタイミング見てもいい、結構これは、うん、こう終わりでもめちゃめちゃいいよ、うんうん、